皆さんこんにちは、ミセスロイドです。今日ご紹介するお菓子はこちらです。センズベリーのチョコレートシューバンズです。ですね、私ずっと実はシュークリームがすごく食べたくて、日本ではコンビニで手軽に美味しいシュークリーム手に入るじゃないですか。だけどなぜだかイギリスでは私今まで実は本当に見たことなくて、むちゃく積極的に探したわけでもないんですけれども、今までシュークリームを実は見たことがなくて、エクレアとかあるんです。で、あとなんかシュークリームの小さいのやつになんかチョコレートがこうあるやつはしょっちゅう見るんですよ。で、もうずっとシュークリームを食べたくて、で先日車のバッテリーがもうダメになってしまって、で交換やらなんやらしてて、いつも土曜日の朝買い物に行くところを違う日に行くことになったんですよ。で、そしたらこれを発見したんですよ。で、これ見るからにシュークリーム、チョコレートが上にかかってますけども、なんか見た目すごいシュークリームっぽくって買ってみました。で、これ名前がベルジアンチョコレートシューバンズとなってますけれども、このシューっていうのがいわゆるフランス語のシュークリームのシューですね。日本のシュークリームっていう言葉はそのフランス語から来ていて、フランスではシューアラクレームというそうです。シューというのはフランス語で白菜とかキャベツの総称だそうです。確かに形がこう似てますよね。ということで今回どうしてもシュークリームの食べたかった私はこれを買ってきてみました。果たしてシュークリームなのかどうか検証してみたいと思います。ツーベルジアンチョコレートシューバンズ、ちなみにカロリーは1個238キロカロリーです。クリームが入ってます。これはシュークリームかも。ではいただきます。これはシュークリームです。ちょっと残念なのはチョコレートがかかっていることですよね。チョコレート、いやもちろん好きなんですけど、これじゃあなんかエクレアとあんまり変わんないんじゃないかと。そうですね、これカスタードが入ってないので、やっぱりなんかちょっと日本の、シュークリームとはちょっと違うっていうか、もともとあれな、フランスのシュークリームってカスタード入ってるんですっけ。
美味しいのは美味しいですよ、うん、ただまあ確かにイギリスのカスタードが入ってたら多分まずいような気がします。うん、これちょっと残念だな、やっぱり日本のではないですね、残念ながら、うん、これだとやっぱりカスタードが恋しい。あのクリーム自体には全然甘みがなくて、あのチョコレートがちょっと甘いかなって感じですね。なのでバランスは取れてます。うん、美味しいけどって感じですね。うん、あの粉砂糖とチョコレートがかかってる分ちょっと日本のシュークリームより甘めですね。甘いと思います。ごちそうさまでした。やっぱりシュークリームが食べたい。あの日本のシュークリーム、あのこれ食べるぐらいならエクレアの方が甘さ控えめで美味しい、うん、これはもう多分リピはないな、残念ながら。ちょっと日本のシュークリームを期待してたんですけどやっぱり無理でした。いやまずくはないんだけどちょっと甘すぎ、多分あのチョコレートが甘すぎるのと、あと粉ですよね。あれがなもうちょっと控えめであれば多分、うん、リピはあったけど、ちょっとこれは甘い、私には甘すぎる、うん、ちょっと残念。あの私本当に日本に帰ったら絶対あのコンビニで一通りなんか甘いもの、和菓子からシュークリームからいろいろ食べますけど、日本はやっぱり美味しいものが手軽に食べられるいい国だと思います。本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。よろしければいいねボタンとチャンネル登録をお願いします。